LP ガス災害バルクシステム、LP ガス非常用発電機をご紹介いたします。災害に強いと言われる LP ガス、LP ガスでできることをご紹介いたします。LP ガスバルクシステムです。LP ガスバルクシステムは300キロ、500キロ、985キロ、さまざまな容量における対応が可能です。弊社985キロ、こちらの LP ガスバルクシステムを導入いたしました。こちらの LP ガスシステムは、炊き出し、暖房、発電、災害時に必要とされるもの、すべてに対応しています。1回の調理100食分、ご飯と汁物を提供した場合、約122日間対応しています。寒い季節の災害時にも、LP ガスによる暖房を確保します。こちらの LP ガス防災対策機器には、地震発生時の安全装置が設置されています。LP ガス非常用発電機をご紹介します。従来の油燃料では、燃料の劣化、物流の寸断により、燃料が入手できない可能性が否定できません。LP ガスは災害に強いエネルギーの長所を活用しています。停電時には住宅4棟分の発電をします。発電された電気は、事務所、LP ガススタンドへ供給されます。そして、大変低騒音設計により、設置の場所を選びません。貯水タンクシステムです。災害時に9600リットルの飲料水を確保しました。こちらの給水ユニットを使用し、タンクの水を毎日使うことで衛生的な水を確保しています。チームイオン蓄電池システムの紹介をします。チームイオン蓄電池システムとは、もしもの非常時、停電になっても貯めた電気を使えるシステムです。また料金が安い夜間の電気を貯めて昼間に使うことで賢く電気代を削減できます。さらに太陽光発電や燃料電池で作った電気と組み合わせてエネルギーの有効活用ができます。弊社設置の蓄電池は太陽光発電システム 3.728kW と連携しており、昼間発電した電気を自家消費し、余った電気を蓄電池へ貯めています。突然の停電時にはこの貯めた電気を使うことができます。災害用トイレをご紹介します。災害時、トイレは我慢できません。被災状況でのストレスをさらに高めてしまう大きな要因です。マンホール式の災害時対応トイレを整備し、課題解消を図ります。マンホール容量に対しての対応目安は約5600人分です。